はい、さて今回はアルトフキがテナーを始めるときという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。アルトフキの方がですね、テナーを始めようと思ってるけども、いろいろですね、セッティング上のことでどう考えたらいいかという、質問でした。これはですね、サックスフキといえばセッティングパーツが多いですよね。代表的にはですね、リード、マウスピース、リガチャーのセッティングをどうするかということでですね、なんぼでもね、組み合わせがあるので、これ悩ましいとこですよね。で、あとマウスピースはですね、ローバッフルがいいのかハイバッフルがいいのかとか、リードもですね、アメリカンカットがいいのかフレンチカットがいいのかとか、リガチャーでしたら金メッキ、銀メッキとかね、総銀もありますし、最近だとプラチナメッキもありますし、逆締めなのか下締めなのかとかありますし、金属のタイプなのか紐のタイプなのかですね、まあ木製とかですね、まあありとあらゆる様々なタイプのリードとマウスピースとね、リガチャーが出てますので、悩ましいとこだと思います。そういったことにですね、まあ僕がどういう考えを持ってるかということをお伝えしたいと思いますので、少しでも参考になればと思います。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは早速、コメント欄の質問を読みたいと思います。この方はですね、斉藤ピエールさんから、いただきました。普段アルト、今度テナーに挑戦しようと思っているんですが、アルトに比べてマウスピースの開きやリードの番手ってどう考えたらいいのですか。しばらく沼にはまるしかないんですかね、まるまるまるという、質問でした。どうもありがとうございます。そうですね、まあ沼にはまるという言い方は素晴らしい、的を得た言い方だと思いますけれども、まあ僕らの言い方で言うと、あのマウスピース地獄とかですね、リード地獄とかリガチャ地獄というね、まあ地獄っていうおどろおどろしい言葉を使うんですけれども、これまでですね、僕もあの長らくサックスを吹いてきまして、もう大概ですね、いろんなマウスピース、リガチャ、リードを試してきました。で、今はですね、もうすっかり落ち着いてるんですけれども、僕の場合はですね、リードがですね、ゴンザレスのダブルカットのタイプで2半を使ってまして、マウスピースはバリのハイブリッドの7番を使ってます。で、ステンレスのタイプですね。で、あとリガチャはブルズアイの総銀を使っていて、ここのネジはですね、外した状態にしてます。で、楽器は、カイルベルスのシャドウ、SX90 のシャドウを使っておりますけれども、ストラップはですね、バードストラップのもう普通のやつですね、ここの幅が狭いやつで、このクッションもちっちゃいタイプにしてます。という風にですね、落ち着いてるんですけれども、まあ、このセッティングでそうですね、3、4年ぐらいですかね、マウスピースのバリのハイブリッドは最初真鍮のタイプを使ってて、そこからですね、ステンレスの方が音色が暗いので、僕はもうダークな音色にしたいので、そっちにしました。ただ、リードはですね、最初ね、ブラバンから始めたので、青箱から始めたんですね。で、どうしてももう僕のなんていうんですかね、もうそれはもう始めた時の、まあ、三つ子の魂100までとかね言いますけれども、最初がね、もうあのダブルカットのリードで始めちゃったので、まあ、今でも、ダブルカットのリードをアルトでもテナーでもソプラノでも使ってる状態です。ちなみにテナーは青箱のリード、ソプラノも青箱のリードで、テナーのマウスピースはジョディジャズの8番で、リガチャーはウッドストーンのピンクゴールドメッキ、ソプラノはスーパーセッションのすごい広い空きにしてます。I ですね、サイズが I で、リガチャーがウッドストーンの総銀っていう風にしてます。で、基本的にあの僕の好みがですね、暗い音色にしたいと。ただダブルカットのリードはちょっと明るめの音色になるんですね。そこがね、ちょっと独特なとこかなと思いますけれども、マウスピースと、リガチャに関しては暗い音色にしたいので、シルバーを選んだりとか、ステンレスとかですね。マウスピースの形もですね、まあローバフル、まあ当然僕はジャズがメインなので、スムースジャズとかですね、ああいう系統じゃないので、まあもちろん好きなんですけどね、そういう系統の音楽はそんなにやらないので、ローバフルにしてますっていう感じですね。まあそれもですね、もう紆余曲折を経てやっと今にたどり着いたという感じです。今回はですね、アルトをずっと吹いててテナーをチャレンジしたいという方が、ちょっとどうしたらいいかということですね。まあこういう方はですね、僕のレッスンでも結構多いです。特に男性の方が多い傾向になりますね。最初アルトで始めたけど、やっぱりテナーサックス、ジャズで言ったらまあ花形ですよね。テナーが花形ですよね。まあブラバンで言ったらアルトが花形なんですけれども、やっぱりテナーの渋いね、コールドレーンとかソニーロレンズに代表されるように、いろんなね、テナーのかっこいいプレイヤーがいますから、そういう人に憧れるという気持ちももちろん分かりますしね。アルトからちょっとアルトが慣れてきたからテナーに、チャレンジしたいというのはすごく分かります。その際にですね、まあ、今回はですね、マウスピースとリードに関してちょっと僕なりの考えを述べたいと思います。
今回はですね、リガチャはちょっと取り上げないですけども、まああんまり深い意味はなくて、リガチャよりもマウスピースとリードの方がまずセッティング上ね大事になりますので、そちらを優先してお伝えしたいと思います。マッピーとリードって書いてますが、マッピーはですね、まあマウスピースの通称ですね。マウスピースって言ってたら言いにくいから、マッピーっていう業界用語みたいなもんですけども、マッピーに関してはですね、アルトと比べてというこれ書き方になってます。アルトと比べてテナーは同等の空きか少し広めのオープニングサイズはどうかということですね。で、ちなみにローバッフルかハイバッフルか中の形状ですけれども、それも同じにしておくのがいいのかなと思います。だから、アルトでローバッフル使ってる人は、テナーもローバッフルとかね。アルトでハイバッフルの場合は、ちょっとテナーはいきなりハイバッフル難しいかもしれないんで、ローバッフルから手を出した方がいいかもしれません。で、これジャズとクラシックでねちょっと分けて考えてますけれども、両方に言えることは、普通のね いわゆる一般的にみんな最初に始めるマウスピースがいいと思います。で、そこで慣れてからいろんなマウスピースに行けばいいと思います。で、クラシックの場合ですね、こちら書いてますけれども、アルトと同じ空きのマウスピースから行けばいいんじゃないかなと思います。例えばセルマーの S80 の C のワンスターを使ってるんであれば、テナーもセルマーの S80 の C のワンスターを使うのはどうかなと思います。それだと、まあ、そんなにこう違和感がないかなと思います。で、ジャズの場合はですね、ちょっと広めでもいいかなと思います。ただし、あんまり広くしすぎると低音と高音のコントロールがものすごく大変になるのと、ピッチを結構作らないといけなくなるので、やっぱりこの辺もですね、加減というものがいるかなと思います。例えば、こちらに例を書きましたけれども、メンヤーの5番をアルトで使ってるんだったら、テナーはリンクの6とか7番ぐらい、もしくはソリストですね、まあ、これちょっとオープニングサイズ書いてないんですけども、悩ましいとこなんですけどね、 C の2スターとか D ぐらい、せいぜいそれぐらいかなと思いますけどね。それでまあ吹きやすいものがあればって感じですね。ただリンクはちょっと質がね、昔に比べたらあまり良くないので、まあリンク、オットリンク的なスタンダードな、例えば今でしたら、まあジョディジャズのハードラバーとかは結構質がいいですし、ゴッツとかね、いろいろありますよね。まあその辺手を出してもいいかなと思います。ただちょっと種類が多すぎるので、ちょっと迷っちゃうという方はソリストを吹いてみたらどうかなと思います。セルマーのソリストは品質がね安定してますので、何かにつけですね、ジャズをやり始める人、ジャズやってる人が他の楽器持つときに便利なマウスピースかなと思います。玉数も多いですしね、いろんなサイズも試しやすいかなと思いますので、ぜひ検討してみてください。あと、アルト吹きがですね、テナーを吹くときに、まあ、一つネックになるのが、マウスピースが大きくなってちょっと勝手が変わるっていうことですね。そういう場合は柳沢のねメタルとかね吹くのもいいかなと思います。柳沢のメタルはですね、メタルマウスピースですから細いですよね。アルトとちょっと加え加減がちょっと感覚的に近いんですね。で、あとは、まあもちろん品質がすごく安定してます。作りがものすごくいいです。で、銀メッキで良くなりますし、中もそんな極端な形じゃなくて、ローバフ、どちらかというとローバフル系ですから、まあ手を出しやすいかなと思います。だからそのあたりもですね、柳さんの6番とかね、使ってみてもいいかもしれませんね。6番、7番あたり。で、高音と低音がね、コントロール効きやすいやつって言ったら、まあそうですね、消去法で言ったらな、柳さん6番あたりになるかもしれないですけども、まあその辺で、一度大きな楽器屋さんでね、いろいろ試してみるのがいいかなと思います。ではですね、次はリードの方に移りたいと思いますけれども、リードは同等か少し柔らかめの硬さでどうですかということですね。まあ、これアルトに比べてということですね。で、米印のところですね、正直いろいろ試さないとわからないが、アルトに近いものに落ち着くかもって書いてますね。これは先ほど言いましたけれども、僕がですね、ダブルカットのリードを、まあ、アルトで長らく使ってきてますので、テナーも結局そうなったという話を先したと思いますけれども、まあこれ一つの例です。これほんまに一概に言えなくて、まあ僕がテナーを音大生の時にアルトを吹いてて、テナーをですねフラセルのマーク6をですね、ちょっと知り合いの方でおじいさんで、まあ昔バンドマンやってたけどもう吹かないから、君がまあ音大入ったんやったら使ってくれということでですね、すごくラッキーなことを譲り受けたんですね。で、そのテナーを今でも吹いてるんですけれども、その時にですね、最初使ったのがまあオットーリンクのメタル7番で、リードがラボーズとかですね V16 とかいろいろ試しました。あとベルグラーセンのマウスピースをその
のおじいさんがですね2本持ってまして、1本がむちゃくちゃ吹きやすかったですね。中の形状はすごい極端な形なんですけれど、すごい吹きやすかったので、なぜかベルグラーセンで吹いたというねことがありました。ちょっとマウスピースのね説明した後になんなんですけれども、まあ、それはもうちょっと出会いみたいなもんだったのでベルグラーセン使ってて、でその後いろいろマウスピースを変えて、今はさっき言ったようにジョーディ・ジャズのハードラバーの8番に落ち着いてるんですけれども、その時もですねリードいろいろ試してたんですけども、結局は青箱になりました。まあ僕の吹き方がですね多分腰が強いリードに向いてるというか、まあそれと相性がいいんでしょうね。まあそれはもう最初ブラバンから始めたから、まあそんなもんなんですけどね。最初アメリカンカットで始めると、まあアメリカンカットに落ち着くとかもまあありますしね、まあそこはあまり深く考えなくてもいいかなと思いますね。どちらが正しいとか別にないです。自分に合ってればいいかなと思います。でそういう時にアルトでずっと使ってるタイプのリードに近いもの、まあ、全く同じモデルから試してみるのはいいんじゃないかなと思います。じゃあ、結構ね、違いもわかりますし、変えようもですね、あるかと思います。で、まあ、一般的にテナーで、よく使われてるリードから手を出すのも、もちろんいいと思いますよ。バンドレンだったら、まあ、V16 とかね、結構使う人多いですし、あとはリコーのダダリオですよね。ラボーズとかですね。オレンジ色のリコーとかですね。たくさん種類ありますので、まあその辺はちょっといろいろ試すしかないかもしれませんね。まあ僕の場合はゴンザレスも使ってました。そんな感じですかね。だからまあ全体に言えるのは一番下のとこ星印ですけれども、いろいろ試すしかないが一般的にスタンダードのものから試しましょうということですね。まああまり最初からこだわりすぎてですね、変わったものに手を出すよりは、一般的にみんなが始めるセッティングからね、始めて、まあそれをとりあえず試奏することですね。マウスピースであれば吹きやすいと思ったらそれを試す方がいいですし、リードに関してはもうちょっとねリードね買って吹かないと、まあ、正直わからないので、一般的に吹きやすいというものをいろいろつけてみたらどうかなと思います。まあ、試行錯誤する時期はですねどうしてもあるので、まあ、それなりの期間をとってですね焦らずセッティングをいろいろ楽しみながらテナーを吹いていただけたらと思います。新しいですね違うサックスをね始めるときは基礎練がものすごく大事になりますので、基礎の大事さはですね、もう常日頃から言ってますけれども、まあ、ロングとはもちろん音階練習とかですね、まあ、できたらクラシックの練習との簡単なやつ、そういったものをですねやると楽器がですねスムーズにマスターしていけますので、それも参考にしてみてください。はい、それでは今後もですね質問欄の方にはどんどんコメントしていただけたら、こんな風に動画またはテキストで返信の方していきたいと思います。あと他のシリーズも並行してですね行っていきますので、そちらも楽しみにしておいてください。それではこの動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。